でいうと、まあ、違う組み合わせもあるのかなというのが印象なんですけどね。スタジアムにお集まりの皆さん、見事勝利を収めましたレッズ西川修作選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。この大観衆の中で最後ちょっと痺れましたけど、どうでした？そうですね、今シーズン、まあ、一度でも試合が多く、そういう経験を今日も生かせたと思いますし、やっぱりみんなが前から追ってくれたり、後ろがしっかり我慢できたりというところで非常に守りやすく、最後まで集中してやることができました。5万5000人入ったそうです。そうですね、僕が移籍してきて初めて、こんなにたくさんの方に、来てもらいましたし、毎試合こういうしびれる試合をして、もっと、たくさんのお客さんが、足を運んでもらえるように精一杯頑張りたいなと思います。関根選手のゴールはゴール前で見ていてどうだったんですか？やっぱり彼の、プレーというのは、毎回、楽しみというか、後ろからすごい楽しい気持ちで見させてもらっているので、今日は本当に得点も、決めてくれましたし、本当に、彼がヒーローになったことで、チームのさらに雰囲気が良くなるんじゃないかなと思います。これで前半5試合連続の失点で失いました。そうですね、ゴールキーパーとして無視点は非常に気持ちいいし、僕一人の力ではないというのは、分かっているので、前の前線の選手が、追ってくれたり、本当みんながハードワークした結果、無失点という目標をクリアできていると思うので、これをシーズン終わるまで、いい形で、続けていけたらなと思います。ここから舞台はブラジルですね。そうですね、これから、日本中の皆さんと一緒に一つになって、戦っていきたいと思います。おめでとうございました。ありがとうございました。完封勝利を成し遂げました西川修作のインタビューをお聞きいただきました。声がガラガラに枯れていましたが、いかにコーチングを試合を続けてきたかという表れです。いや、そうですね、はい、それではゴールシーンをここでご覧いただきましょうか。後半32分、浦和レッズの先制点が決勝点になりました。いや、19歳の山本さん、関根でした。はい、このサイドから起点からの崩しと何よりもやっぱりスピード感とシュートまでのこのクイックさっていうのが、なんか日本人の良さがもう見事にこう凝縮したようなゴールじゃないですかね。そうですね、はい、素晴らしいスピードですね。これから、まあ、ワールドカップも終わってその後世界に出ていこうという地盤を担っていく19歳の関根のゴール、これはサポーターにとっても下部組織出身の選手ですし、本当に嬉しいゴールになりました。他会場の結果をご覧いただいています。甲府勝ちました。清水と神戸は1対1点を取り合ってのドローゲーム、新潟名古屋は1対1の現在同点でハーフタイムに入っています。さあ、この後西川、そして柿谷、山口といったところが世界へ出ていくということになります。代表の選手たちに向けて今日も熱いゲームを見せてくれました。山本さん、一言お願いできますか？はい、これから気持ちを切り替えて日本代表として誇りをかけてね、精一杯戦ってきてほしいと思います。そうですね、ワールドカップまでもう1ヶ月を切りました。 NHK では総合テレビ6月15日ご覧の3試合、日本対コートジボワールまで一挙放送していきます。どうぞお楽しみに。今日の放送の解説は山本昌邦さんでした。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。